おはようございますここが欲望と金にまみれた町ですか。淳さんの元府中本町ですね。協定場もありますから。なるほど。じゃあ行きましょうか。行きましょう。力で行けますね。力、はい、平和町から向こう来たことないじゃん。多分ないと思いますよ。覚えがないもん。なんかすごいちゃんとしてますね。オケラ街道。オケラ街道なんか聞いたことあるな。お、めっちゃ綺麗、街がすごいな。なんか 山も見える。いいっすね。どんな気分ですか。どんな気分ですか。どんな気分、うん、1週間早かったですか。早かったですね。おお、ドキドキですね。いや、特にそうでもない競馬場があれみたいです。 JRA って感じです。おー、なんかそれっぽい場所に来ましたね。今日はとりあえず土曜日1日目の稽古です。これから稽古場に向かいます。わーお、オーディション、はい、結果が発表が今日あります。ありますね。ようやく1週間ようやく。どうでしたこの1週間。いや、1週間ね、早かったです。早かった。うん、なんかいつの間にか来ちゃったっていう感じで。そう、悶々としなかった。悶々とはですね、昨日の夜中かな、昨日の夜中と今日の朝方何回か目覚めましたね。目覚めた。最悪発表。俺も分かる、うん、そうなの。俺も起きた、ね、寝れなくて、まず寝つけなくて無理くり寝たら全然眠り浅くて、あ、緊張で、緊張なのか楽しみなのか分かんないですけど。分かる。まあ、今日全体飲みもありますんで、そっちの方が楽しみなのかもしれない。なんかね、なんか配役発表してる夢を見て、うん、あれやばいやばいやばいっつって、俺どこ体力だっつって起きた、2回ぐらい。やばいやばい。でも、なんかそれはトイレ行きたかったから起きちゃったのかなっていう感じで。あ、まあ、眠りが浅い時にね。そう、そんな感じでしたね。なんか、でも、配役発表もまあ楽しみなんですけど、なんかでもそれは一つの楽しみで、こう、全体の見回ったりとか、はい、このね、誘ったメンバーでできるとか、なんかいろんなのがあるから、やっぱ結局なんだかんだ楽しいなっていうのが、楽しい項目がたくさんありますね。そのうちの一つが配役発表みたいな感じで。いやでも、やっぱ色はドキドキしますね。色はね、うん、マジで。なんか、どうですか、毎年、ヒップホップ系の激しいダンスをやっているね、ゆうやさんは、うん、いやちょっといろいろね、その辺の色はちょっとさすがやっぱ不安ありますね。不安というかね、楽しみだなというか、違う大陸だったらみたいな。いや、そうえ、どうしようみたいな、多分びっくりしますね。なるほど、うん、こんな感じで今日ご期待。はい。なんか謎のトンネルに来ましたよ。東京はね、暑いですね。今日もすげえ長いトンネルなんだけど、すげえ、プレミアムモルツ、でかっ、でかいわ。喉乾きますか。喉乾きますよちょっと買い物してきます。はい、いよいよ今日の稽古場の体育館が見えてきました。見えてきましたよ。見えてきたね。皆さん、いよいよ体育発表っすよ。これから1週間待ちに待った。そうね。いや、楽しみだ。もう、あの、前回のとこは決まってますもんね。うん、まあ、僕決まってんのか。決まってます。でも皆さんもう今の時点で決まってますから、ね、いやいやだってね、今花から決まってるから応じてると思う。そんなんでいいのかと頑張りますはい、稽古場つきましたけどどんな感じですか。まだ始まってないですか。今待機です。待機ですか。何待ちですかこれ。試合待ちです。試合待ち。試合なんだ。この無駄な時間なんですかね。精神通りですね。やっぱりでっかい体育館で、ね、あそこでやりたいところだけど、僕らが使う場所。なるほど。土日ですからね。僕も出ます。僕らはどこでやるんですか。わかりません。わかんないですか。レッグホール。レッグホール。レッグホール。レッグ、これレッグしてますはい、頑張りましょう。放浪中ですか。ボロ中ですか。ボロ中です。何を探してたんですか。それを言います。それ言えない。それを言いません。まさか。ちょっと敷地内で探してただけです。なるほど。取るんじゃないよ終わりました。今夕方5時ぐらいです。終わりました。ね、ドキドキの配役アップでしたね。めっちゃ逆。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、ワン
さかの配役になりましたね。いや、まさかの配役でしたね。まさかの配役でした。ちょっと予想できなかったね。ただね、いや、ちょっとびっくりでしたね。はい、いや、なんか、面白いね。面白い。すごいね。とりあえず、この稽古場はもう今度来るのかな、また。ならばもう来ないと思う。来ないか。逆だね。いや、いい場所でしたね。ちょっとまた、また、この稽古場でやりたいなと思いました。お疲れ。でもどうなんだろうね、初めてで頭いっぱいいっぱいの人の方が多分疲れてるんじゃないかな。わかんないこといっぱいね、詰め込んでね、詰め込みに詰め込んで動いてね、ヒートしました俺、はい、はもう慣れてるからさ。僕はそんなになかったんで。そうですか。あの、振りが、なるほど、シーンが少ないんで。そうなんです。大丈夫です。結局、なんかそのミュージカルの中で4色あって、なんか4色うまいこと分かれるのかなみたいな思ってたんだけど、こことここがね、まさかの同じ一緒でした、ね、色の同じ色でバラけたんじゃない、まあ、バラけた方か、うん、確かに面白いね、早くなったね、本当にね。確かに。ちょっと情熱ないんですよ。情熱ない人が情熱の大陸になってるという、戸惑ってます。いや、ないからこそやっぱこう、いや、こっからそう出してもらわないと。多分この先の情熱を多分期待されてるんです。情熱。いや、なんかでも楽しそうだ。肩から見てるとめちゃめちゃ楽しそう。いや、楽しそうだし、すごいよ、リズム感。うん、それ言って言ったら、僕も神秘と調和は全くないんですよ。調和乱す方向わ、すごいね、なんか自然公園的なね。俺は自由に振り回されてるかもしれん。振り回される人。やべ、気持ちいいね。涼しいよ。最高、今日最高だね。マイペースさんが、マイペースさんはまさかのでしたね。旗持ちですよ。いやいやいや、なんかでも自分の中では新しい挑戦をさせてもらえるから、すごくね、いつもと違った感じで、あの、楽しい、嬉しい。いや、なんかちょっと今後ね、まだ後半の配役もあるんでね、後半がまたどうなっていくかと。すごい、なんかいろいろ公園でね、家族で遊んだり、なんか代々木公園みたいだね。こっちはなんか池がありますよ。まあ、そんな感じでこれから新宿に移動して飲み会です。はい、お疲れ様でした。さあ、今場所を移動しまして新宿に着きましたよ。さあ、ここからとりあえず飲み会に行くという感じで、飲み会のシーンもね、どっかちょこちょこと撮れたらいいですねって感じですね。はい、時間が今何時ですか。6時半過ぎぐらいですね。はい。まあ、まだまだ拳が飛んできた。明るいですね。7時から9時ぐらいまで夜飲み会して、その後2次会行くメンバーが結構いたみたいで、こんな感じで今日2日目も結構ダンスのシーンというか練習が多いと思うんだけどね、頑張っていこうと思います。とりあえず稽古場に向かいます。はい、稽古場着きました。ここはね、オーディションあった場所だね。はい、おはようございます。大丈夫ですか。昨日2次会組のっていうか、次回ぐらいに、いや、行かないって言ってたのにね。ちょっと昨日ね、僕とエビちゃんが帰るときに、うん、あれ多分あの流れだと行くなっつって、しょうがないな、抜け出せなかった。今の状態は最悪。いや、すごいですね、二日酔いで稽古受けるっていう日が来るんですね。打ち上げみたいになったもん。自分で無理しない方がいいって言ってたのに、無理するとろくなことになれないね。世代が変わった。程よくね、程よくいかないな。今日はこのように教訓になりました。無理しないように。はい、はい。エビちゃんどうですか、体調は。ああ、膝が痛い。ちょっと来てますね。来てますよ。眠れました。ああ、寝るのは大丈夫でした。お、うん、ただもう飲み会中も足つぶしてた。笑っちゃった。あんなかんな、楽しそうでよかったですよ。どうですか、体調は。悪いよ。睡眠不足だよ。何時まで。え、何時までいたの。朝まで。朝までいたの。8時。帰ったの。朝5時に帰って、うん、終わって帰って。その最後までいた人結構いたの。6人ぐらい。謎なんだけど。やばいよ。頑張りましょう。まさにみ。お疲れ様でした。2日目ここで撮るの。はい。2日間、お疲れ様でした。行きましたか。うん、早く準備して。どうでした今日は。どうでした2日間は。怒涛だね。怒涛か。疲れた。疲
やばいわ筋肉痛、筋肉痛ってよりも、うん、頭パンクしたままや振り間違いまくったし、ね、そうなんだ。緊張した？緊張してない、ま、そっかそっか、頭再整理できればみたいな。ただあれだね、うん、あのここからねもっとセリフ入ってくるから、うん、確かにもっともっとね、いろいろと抱えることが多くなるから大変かもしれない。まだ後半シーンのね配役発表とかもあるんでね。確かに。そうなんです。頑張ってくださいね。頑張ってください。いやでもめちゃくちゃノリノリで、うん、いやめちゃめちゃ、いやめちゃくちゃ良かったよ。俺ちょっと感動しちゃったもん。うわー超いいじゃん。リズム、リズムが序盤以外は、初っ端以外は、いやあのガンブーツはもう諦めてる。いや赤手の時のあの情熱がない感はちょっと、赤手じゃねえな。今の方が情熱あるもん。めっちゃ手拍子しててね。めっちゃ面白かったよね。うん、な感じでね、来たりはね、今日はちょっとだから飲み会に行くということで。飲み会行ってきます。いやまた2日間飲み会行くんでしょ。はい、昨日もだって1時間、2時間、3時間まで行って、今日もここから行くんでしょ。はい、やばいなマジで。はい、そんな感じで、はいはいはい、今週もありましたということで、また来週撮りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。